カタログ写真例1950年代のモバイルホームの例67年式エルコナモービルホーム1960年代の典型的なハウストレーラー牽引の例イギリスのモバイルホームが集まってできている集落モービルホームあるいはトレーラーハウスとは車輪がついていて自動車で牽引できる住まいトレーラーハウスという言葉自体は和製英語であり英語ではモービルホーム トレーラー、ハウストレーラー、トレーラーホーム、スタティックキャラバンなどと呼称されている。モービルホームとは大きなトレーラーで生活するための様々な設備を備えていて、住居として使えるもので、比較的長期あるいは高級的に統一の場所に設置して用いることを想定しているものである。キャンピングトレーラーに似ているが、それとは異なって、 特定の場所に長期あるいは高級的に住むことができるように設計されている。ベッド、シャワールーム、キッチン、食卓なども備える。電気や上水道、下水道などに関しては定住する場合のために、公営企業のサービスを直に接続して用いることもできる設計になっているものも多く、タイヤがついたプレハブ住宅と考えても良い豪華なものもある。国によっては、 災害発生時に被災者のための仮設住宅として利用し、被災者のためのトレーラーパークが設けられることがある。米国では、こうしたタイプの住居は、自動車の黎明期や高速道路を用いた旅行の一般化にまで遡ることができる。もともとはトラベルトレーラーから派生したものである。最初期のトレーラーホームに求められた性能は移動性であった。 その装備品は、もともとは移動を最重視するライフスタイルのユーザーに合わせたものが採用されていた。その後1950年代初め頃になるとトレーラーホームには比較的安価に設置でき、かつ、積成の基礎の上に設置すれば、高級的な設置に耐えられる住宅として扱われ、始めた。もともとは幅八フィート以下のものであったが、1五十六年には十フィートの ものが登場するようになり、それと共にモービルフォームという用語が用いられるようになった。モービルフォームの形状は角張っており、アルミ合金の外装パネルに事前に塗装が施されたものが用いられて組み立てられてある。大抵はエアストリーム社製のトラベルトレーラーが害して空気力学的な形状を採用していて、塗装は組み立て後に行われるのとは対照的な外観を呈している。 2010年代のアメリカにおいてトレーラーハウスに暮らす人口は推定2000万人。老朽化したトレーラーハウスは住宅よりも安価に入手することが可能であるためしばしば貧困層の象徴として扱われることがある。日本でも東日本大震災の時に仮設住宅として用いられたことがある。トレーラーハウスを使ってホテルを開業する会社もある。 日本 RV 輸入協会、全日本トレーラーハウス協会、組合連合会、社団法人日本トレーラーハウス協会では、トレーラーハウスを下記のように定義している。随時かつ任意な移動性を確保するために、一定期間定置で使用し、必要に応じて工具を用いずに、ライフライン等を着脱できること、階段やベランダ等をトレーラーハウス側に固定させたり、 トレーラーハウスの移動を妨げる柵や塀を用いたりすることなく設置地から行動に至るまでの移動経路が確保されていること。牽引して支障なく道路を運搬移動できることが実現されているもの。コリンズ・イングリッシュ・ディクショナリー、モービレ・ホーム、ハット・ザ・ フリーディクショナリーハット http コロンスラッシュスラッシュ www.health.ny.gov スラッシュ regulations スラッシュ nycrr スラッシュタイトル10パート17現場報告トランプト世界白人層ドリーム再び脱貧困危うい紅葉毎日新聞2017年5月15日閲覧トレーラーハウスに宿泊三井 &SK 岡山で日経産業新聞2018年5月1日2018年5月2日閲覧社団法人日本トレーラーハウス協会サイト市場解放問題苦情処理推進会議第3回報告書内閣府2013年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年11月29日閲覧 建設省住宅局建築指導課長。トレーラーハウスに関する建築基準法の取り扱いについて。建設省回答省は62年12月1日14発第419項。神奈川県。2018年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月29日閲覧。建設省住宅局建築指導課長。 トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて、建設省通達平成9年3月31日、建設省重視発第170号、神奈川県、2018年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ、2018年11月29日閲覧、社団法人日本トレーラーハウス、境界法的基準について、ありがとうございます。